ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも。今回は神奈川県横浜市港南区本木屋さんに伺ってきました。本木屋さんといえばね、自分も訪問は久しぶりなんですが、おそらく SNS から情報を取られる方は多くの方がね、もうご存知かと思いますが、この5月7日の営業をもって、長い歴史に終止符を打たれるということで、この情報おそらく常連さんはね、もうご存知かと思いますが、番組をご覧の、方の中には、以前この横浜に住んでいて昔よく通われたなんていう方もね、多くいらっしゃると思いますので、ぜひこの本木屋さんの動画ご覧ください。早速行きましょう。
はい、というわけでいただいてきました本文化屋さん、今回は、固めふつふつでいただきました。美味しかったです。まあこの本文化屋さん、まずね味の方からいきますが、自分の中でこの本文化屋さんというのはいわゆるこうパンチが強いとか、濃厚とかというタイプとはまたね一線を画す味なんですが、うまいんですね。で自分はほぼほぼ自分まあ濃いめ多めでいく自分ですが、この本文化屋さんに関してはある時期からね、あもうここ普通普通が美味しいなと思ったことがありまして、というこう数少ないお店の中の一軒この本木屋さん、今日も美味しかったです。でこれはですね、本当にスープにこうこってり感というのはねほぼほぼないんですね。なんですけど旨味とこの絶妙な醤油の出方がねバランスよくて美味しくいただいてきました。そして一個のポイントは、この本木屋さんをいただくときはチャーシューがまあこのロースの油が乗ってる部分が当たるとき、油がない方が来るときがあって、これによってもね結構違いがあって、その日のねスープの出来と別にもう自分の中のこの本物屋さんいただくときの密かな楽しみというぐらいのこれスープとのすっきり感があるスープだからこそ、このチャーシューからの油の影響もね大きいんじゃないかなと思います。はい、そして今回はもちろんですねこの本物屋さん閉店ということに、全くねコメントしないわけにはいかないと思うんですが、まあもちろん家系ラーメン、もう本当にいろんなたくさんの店があって歴史も長いこの家系ラーメンですが、始まりは当然総本山吉村屋さんのことはねもう疑いの余地が全くないんですが、その中でその発展するね広がっていく過程でこの本木屋さんが果たされた役割というのはもうめちゃくちゃ大きいと思います。これはもう自分が意見するまでもなく、もうどなたもね、ご存知のことかと思いますが、おそらくもしかしたらまだ本木屋さん行かれてたことがないという方でも、もしかしたら知らず知らずですねその本木屋さんから出られたお店を常連にされている方は多々いらっしゃると思います。というぐらいこの本木屋さん出られたお店はもうここにね名前ちょっと挙げるのが難しいぐらい人気実力店数多くありますので、もしこの閉店前にもちろんこの本木屋さん常連の方は必ず行かれると思いますが、まだねもし本木屋さん行かれたことがないという方はぜひぜひ伺ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本木屋さんでした。自分もねまだ閉店まで時間ありますので何度か伺ってみたいと思っています。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。